男子高校生活。俺の友人中村、オタクでも腐ってもいない、でも理解はある。ん、おい、あれ、あそこの二人 BL っぽいぞ。あ、どこが BL？ いやいや、男二人であの距離は確実だろう。理不尽。なんだよその顔。俺だって男が二人いるだけでつい受け攻め考えるのやめてよ。そんなに BL 好きならさ、男子校に行けばよかったんじゃない？男子校ってさ、女がいないから男に手を出す節があるじゃん。そうじゃなくて、女がいるにもかかわらず男を好きになるところがいいわけ。そんな BL を求めて俺はここにいるんだよ。なんかごめん。そういえばここにも男にべったりなやついるじゃん。え、いた？白鳥さん、あれ、今日ボーリング行きません？爪割れるからやだ。いや、あれは片方が女じゃん。あら、私まだついてるからタッチでもいけるわよ。タッチ？あ、そうだ、上田、今日掃除当番変わってくれないかしら。わかりました。お願いね。お前さ、なんで白鳥の犬やってんの？犬じゃねえよ、あの人に惚れてるからな。え、違う、そんなんじゃない。上田っちは白鳥っちのどこに惚れ込んでんの？白鳥さんは女の強さと男の強さを持ってるじゃん。ということは2倍強い。あいつと何を戦わせるつもりだよ。顔もイケメンだし、料理部部長で家庭的だし、あとヤンキーを体で手なずけるところがすごい。待て、それ詳しく聞かせろ。ヤンキーと倉庫に入っていった時、武器っぽいもの持ってるとこ見たもん。なんか棒状でうねうねする弾がつら。待て上田、それ以上は言っちゃダメ。あ、合コン？あと二人足りねえんだ。俺はいいけど。私もいいわよ別に。マジでサンキュー。合コンってドキドキしますね。待て、上田が来るなら俺いらねえじゃん。あいつは荷物持ちだと。あら、トリーボーチの新作じゃない？そうなの、白鳥くんってお肌超綺麗だよね。あら、あなたそのリップ肌に合ってて素敵。女子会だわこれ。ところでそちらの彼は？ん？上田はただの荷物持ちだから気にしないでちょうだい。俺のことはいないものだと思ってください。うん、上田くんは彼女とかいるの？いえ、俺白鳥さんのものなんで。そう。もうやめて！ BL 的にはうまいのに、この場はまずいわ。無限大、誰もが無期の子孫。